それでは次のコンシェルジュさんです。はい、おはようございます。はい、おはようございます。自分を愛することが愛されることを大切にレッスンをしております、愛されママ塾主催の竹林ひろみと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いよいよ夏休みがスタートしましたね。始まったね。はい、で楽しみなイベントにワクワクのお母さんも、あとね、あの元気いっぱいのパワーに余るお子さんを前に、ちょっと憂鬱なお子様、あのお母様もいらっしゃると思うんですが、朝から晩までいるんだって大変よね。はい、でね、今日はあのもう、ね、まさに今例えば十分な睡眠をとれずに、こう赤ちゃんと向き合って頑張ってらっしゃるママにも、あとね、元気いっぱいのパワーあり余る幼稚園や小学生のお子さんがいらっしゃるママにとっても、あとその時期をもう卒業されてそれぞれのステージで頑張ってるママにも、少しでも笑顔が届けられますように、こう魔法をちょっとお届けしたいなと思うんですが、どんな魔法だろう。はい、イライラママを愛されママに変える3つの魔法、はい、をお届けします。はい、ミッチーマさんはイライラされることってありますか？それがあるのよ。時々ね。でもね、長続きしないの、あんまり私は。なるほど、なるほど。パッつってパッとまた次。犬と一緒だった。なるほどですね。でもあるよね、やっぱり子育てしてたらね。そうですよね。イライラしないママなんていらっしゃらないと思うんですけど、今からね、お話しする3つの魔法をぜひ参考にしていただきたいと思うんですが、はい。はい、じゃあまず、1つ目。じゃあ、イライラしちゃった時に鏡を見てみてください。はい、大抵眉間にシワが寄ってると思うんですね。わかる。そういう顔してる。はい、眉間にシワを寄せながら笑顔になることはできないので、そうですね、はい、まずちょっとイライラした場所から少し離れてみて、目を閉じてみて、眉間の間にギュッとこうギュッと固く縛ったリボンがあることを想像してみてください。はい、それでそのリボンがスルスルっと気持ちよく溶けていくイメージをしてみてください。あー、気持ちいい。なんか力が抜ける。そうです ね、はい、大抵この眉間にシワが寄っている時って何かしなきゃとかすべきとか、頑張らなきゃとか、もっとイライラしないママに変わらなきゃとか、怒らない、ね、穏やかなママに変わらなきゃとか、もうそういう気持ちでいっぱいいっぱいになっている時だと思うので、はい、そういう自分を少し離れてみて、リラックス、深呼吸、はいはい、心がけたいと思います。はい、案外ね、こうリラックスすることが変わる一番の魔法だったりするので、そうですね、自分でコントロールできると一番いいですよね。そうですね、スルスルってほどけるの分かりやすい。はい、スルスルほどいたよ。はい、はい、さっきより笑顔がますます素敵になりました。はい、次は、はい、2つ目は、マストよりモントを大事にする。はい、先ほども申し上げたんですけど、まるすべき、やらねばならない、何々しなきゃの時ってやっぱり体もリラックスしていないし、視野も狭くなっちゃってるんで、思い切りも紙にこれがしたい、もっと寝たいとか、おしゃれしたいとか、遊びに行きたいとか、家事をサボりたいとか、もう誰も見せなくてもいいから書いてみる。はい、なるほどね。はい、書き出して、ちょっと吐き出してみるってすごく大事なことですね。出すね。はい、大事。はい、はい、3つ目は、はい、3つ目はですね、おへそビームって聞いたことありますか？ないです。おへそビームっていうのは、あのビームが出るわけじゃないんですけれども、あの何々しながらお子さんの話を聞くのではなくって、例えば家事の途中でも、あの一旦手を止めて、1日3分でも5分でもいいので、お子さんにおへそをちゃんと向けてお話を聞いてあげること。あ、なるほどね。この時間を少し持つことで、あのお互いにこうイライラする、なんかこう受け入れてあげる、受け止めてあげるっていう時間を持つことで、お互いが素直になれて、コミュニケーションの質がぐっと上がるので、そうですね、はい、この時間を本当3分でも5分でも持ってあげることで、円滑なコミュニケーションができるようになるかと思います。簡単にできることだから ね、 そうですね、ぜひ心に留めていただいて、はい、入れていただきたいですね。はい、ぜひ3つの魔法、一度
度、ね、行動に移してやってみられてみてください。はい、はい、ありがとうございます。あゆみさん、私も頑張ります。ありがとうございました。はい。